こんにちは、ココイストアートディレクターの香川ひろよです。今回はお砂糖をコーティングしたようなシュガーグレーズネイルをご紹介いたします。簡単ですがとっても可愛い質感なので、ぜひ最後までご覧ください。ではこちらのアートを作っていきます。ではベースを塗ったと仮定してカラージェルを塗るところから始めます。今日は E の 199S ライチヌード、こちらの色を塗っていきます。では10ラウンドブラシを使って全体に塗っていきます。こちら少し透明感のあるシアカラーですので、全体に塗った後少しレベリングするのを待ってあげて、つるんとなったら一度硬化します。はい、硬化できました。そうしましたら2度塗り目していきます。同じように10ラウンドブラシ使って全体に塗っていきます。で、全体に塗れたら先ほどと同じように少しムラが消えるようにレベリングを待ってからこちらで硬化します。では硬化できましたので次にウルトラグロッシーノーワイプトップコートジェルで仕上げていきます。では全体に塗っていきます。今回はワンカラーしただけですので凹凸がないのでトップを塗ってますが、もし凹凸が気になるようでしたら、この後パウダーを塗るときにちょっと凹凸を拾ってしまうので、アートクリアなどでちょっと埋めてからトップを塗った方が綺麗に仕上がります。でつるんとしたらこちらで一度硬化します。硬化できました。そうしましたらこの上にココイストのフェアリーベールパウダー、こちらをのせていきます。では下にペーパーなどを引いてこちらをつけていくんですが、私はこちらの柔らかいコットンを丸めてつけていきます。ちょっとコットンに取ったら全体にのせて優しくこすっていきます。で全体にのせたらちょっと余分なものを化粧用のスポンジなどで取っていきます。そうするとつるんと全体にきれいにのせることができます。そうしましたらこの上にトップで仕上げていくんですけど、いきなりトップではなくて、まずは E の A0 アートクリアでこちらのパウダーが散ってしまわないようにコーティングしていきます。ではアートクリアをのせていきます。ブラシは先ほどカラーをのせていたブラシと同じティーンラウンドブラシを使っています。全体に塗れるブラシであればどんなブラシでも大丈夫です。で全体に塗ったらこちらで硬化します。はい、硬化できました。そうしましたらこの上にウルトラグロッシーノーワイプトップコートジェルを塗っていきます。では全体に塗っていきます。でこちら凹凸ないので薄く均一にのせれば綺麗に仕上がると思います。こちらで硬化します。硬化できました。そうしましたらこの上にマーカーズラインノーワイプカラージェルのホワイトを使ってアートをしていきます。ではポインテッドブラシを使ってこちらの上に模様を描いていきます。ちょっとこの先端の方にヒョウ柄のような感じのアートを描いていきます。この時にちょっといびつな感じの円がつながってるような感じにすると雰囲気が出るので、こんな感じでちょっとこのブラシの形を生かして描いてあげるといいと思います。でこの時にカスカスで描かないでちょっとほんのりぷっくりするぐらいにしておきます。こんな感じで。そうしましたら、これを硬化しないで、次にこちら、ココイストのマーメイドダスト。
こちらのパウダーを振りかけていきます。ではつけていきます。今回はチップですので、このままちょんちょんとつけますが、手の場合は作ってかけてあげるのがいいと思います。でこの時にギュッと押しすぎると、今カラージェルを硬化してない状態なので潰れてしまうので、優しく表面につけるような感じにします。でちょっと待ってあげると下に沈んでくるので、2度ほどつけてあげると綺麗にしっかりつくと思います。でつけ残しがないかちょっと確認したら、このまま硬化します。はい、硬化できました。そうしましたら、ちょっと柔らかめのブラシで余分なパウダーを払います。こちらで完成です。はい、今回の5本組はワントーンにしてみました。こんな感じでお砂糖をコーティングしたようなツヤがとっても素敵なアートです。こんな感じでワントーンにしても存在感があるので素敵だと思います。とても簡単なので、ぜひ皆さん作ってみてください。これからも動画アップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。またコメント欄にリクエストなどありましたらよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。